空をかける白鉄ちびすけよ、電気商士の仇を取らせてもらおう。さあ鬼カブトムシを出すがよい。お前を任した後、このわしが荒滝派を全員一人ずつ打ち倒してやるわい。うわあ、今回は大人だけど、なんか今までの子供よりずっと興奮してるな。白鉄ジミスケ、相手はお前をご指名だ。気合で負けんじゃねえぞ。赤目に一生連れて盛大に任してやれ。よし、空をかける白鉄ちびすけの2戦目だ。行くぞ。でも相手の鬼カブトムシ、ずいぶんと大きくないか。なんか不公平な気がするぞ。気にすんな、大きけりゃ逆に重くなる。うちのアカデミー社には到底及ばないはずだ。お前たちの弱々しい鬼カブトムシでは、わしに勝つどころか、それをもらってもカゴの無駄遣いになるだけだろうな。Thank you.